ハワード軍はアメリカ合衆国インディアナ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は82,752人であり、2000年の84,964人から2.6%減少した。軍庁所在地はコ校講市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ハワード軍はティプトン軍と共に、 高校も大都市圏を構成している。ハワード軍は1844年に設立された。当初はリチャードビル軍と名付けられていた。これはマイアミ族インディアンの州長ジャンバティスト・リチャードビルにちなんだものだった。州長の名前はペチェワであり、ワイルドキャットという意味だったことから、ワイルドキャット・クリークが名付けられた。1846年、軍名は インディアナ州選出アメリカ合衆国会議員のティルマン・アシャースト・ハワードにちなみ、ハワード軍と改名された。ハワードは1844年に死んでいた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は293.92平方マイルであり、このうち陸地293.06平方マイル。 水域は0.86平方マイルで、水域率は0.29%である。近年、群長所在地である、高校盲誌の平均気温は1月の下市15度から7月の歌詞84度まで変化している。過去最低気温は1985年1月に記録された歌詞26度であり、過去最高気温は1936年7月に記録された下市110度である。 月間降水量は2月の2.29インチから7月の4.37インチまで変化している。軍政府は憲法による生態であり、インディアナ州憲法とインディアナ州法典によって特別の権力を認められている。軍政委員会は、軍政府の立法府であり、軍の歳出や歳入を管理している。委員は、軍内の選挙区から選出され、任期は4年間である。給与。 年間予算、特別支出を設定する責任がある。軍レベルで所得税や資産税、消費税、サービス税を課する限定付き権限があるが、所得税と資産税は州の承認を要する。行政委員会は、軍政府の行政府である。委員は、軍全体を選挙区に選出され、任期は4年間で2年ごとに半数が改選される。委員の一人、 通常は最も経験のある者が議長になる。行政委員会は、軍政委員会が決めた法を実行し、税金を集め、軍政府の日々の機能を管理する責任がある。軍は三つの裁判所を維持している。上級裁判所、第一と第二及び巡回裁判所である。判事は4年間任期で選出され、インディアナ州法廷弁護士協会の会員でなければ、ならない。 特定の事件における判決に対しては、州レベルの巡回裁判所に控訴できる。上記以外に、保安官、検視官、監査官、財務官、統計官、測量士及び巡回裁判所事務官が選挙で選ばれている。任期は4年間であり、軍政府の異なる部門を監督している。軍政府に選ばれる役人は、支持政党を公にすることが求めら、 また、軍の住人でなければならない。ハワード軍は、アメリカ合衆国下院議員インディアナ州、第2および第5選挙区に属している。インディアナ州議会上院では、第7および第21選挙区に属しており、下院では、第30、第32および第38選挙区に属している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ハワード軍は、 下記十一の軍区に分割されている。ありがとうございます。